ご覧のように僕は体力にあまり自信がない。単純な殴り合いや同時にろうそくに火を灯し、先に火が消えた方の負けってゲーム。それでいいよ。多数決で決めてもらおう。どっちか選べって。そう、キリがない。不自由な二択ってやつね。てめえは黙ってろ。よいしょっと。ゆっくり決めてもらっていいよ。ねえ、どっちにする？お前が決めるんだ。いいと思う方を選べ。それじゃあ長い方ね。やっぱり考えてなかったか。どうせ考えてもどっちが罠か。それじゃあ同時に火をつけよう。普通ならどれくらいで燃え尽きるんだろうな。5、6時間ってとこじゃない。よそ見してると火が消えちゃうよ。出なきゃそっちが先に燃え尽きちゃうじゃん。やっぱり長い方に罠を仕掛けてやがったのか。違うね。用意していたろうそくは4。俺がお前に渡すのは油のたっぷり染み込んだろうそくだったのさ。あ、勝ち。あの子なかなかやるな。一緒だぜ。あとは俺とクラピカが勝って全身だ。よし、次は私が行こう。すげえからだ。どう顔。俺は命のやり取りじゃなきゃ満足っていきねえ。いいだろう。勝負の方法を決めてくれ。こいつバカか。俺の言うこと聞いてたか。死ぬまで勝負って言ってんだろうが。狂気の類は持つことを許されてないからな。危ねえ危ねえ。あれは相当ヤバそうな相手だぜ。やってやるぜ。来るぞ。極悪非道と悪名高い盗賊団幻影旅団メンバーの証だ。どうした。俺様は旅団四天王の一人マジタニ。うわっ、おえの幕かい。二度と旅団の名を語らぬことだ。さもないと私がお前を殺す。